山本にある神社。アマテラス大臣を奉仕している。1872年より、豪社、1876年より、府県者、1893年より県者となる。古来、安住郡一帯は、諏訪神社と穂高神社との力が、こもごも深く及んでいた地方であるが、新明宮に関する限り、創始以来御祭神は、御一座のままである。 新名宮の創始は、広大神宮五両であった、西名三栗屋の鎮護のため、西名氏によって、伊勢神宮内宮が誕生されたことに基づいている。1192年8月、に初代神宮菅主が、式辞の大瀬によって、新漁の主催を中心したものを編集した、広大神宮、研究をのれ過去文章によれば、当時品野国にはわずかに、おみ、長田の、 藤永及び、西名の四をクリアしか現存せず、しかも西名に限り、普段ミクリア王庫混流なり、たびたび非河川寺、ところ停止送りな内乱行なりと中期し、当時すでにその創建の年次が不明であったと述べており、信濃で最古のミクリアと推定される。シナの国内のミクリアは、構成の立層も含めてすべて、伊勢神宮領であった。神宮雑令集の記事によれば、 死なのに初めて神戸が封ぜられたのは、五令税天皇の1048年12月のことで、あるから、ミクリアの混流はそれ以後と見られる。国史から、荘園整理の干渉を受けたが、戦時により、内空のミクリアとなった。その一方で、西那氏はミクリア以外の事業を荘園として開発し、西那荘を成立させた。上級の乱において、 西名森党が、後鳥羽上皇のとばり役に参じ立て祭り、越中都並さんの戦いに戦死してから、所領は一旦幕府に没収するところとなり、改めて、御堀川天皇の父、森貞神皇に奉見されたのであるが、神皇はこれを王女指揮官門院に譲り、門院はさらに、御堀川天皇の第一王女室町院に伝え、西那祖は、室町院領となった。 神大鳥賞に見える西名三リ屋の領域は、わずか40兆で、安住郡矢原三リ屋の1691兆と、比べれば遥かに強小であるが、郷土市屋の一支刺激の推定によれば、西名層成立後も、三リ屋は、完全にその信領を保っており、1376年の、胸札に見られるような、整った、式年造営が維持された、とする。 ミクリアの領域は、大町塩和座社の宮本、ウルーデン、ソネ原を中心とし、藤代号を奉摂した。1179年時童の西名聖家が、里氏その時に寄進した千住観音像の木札に、新州安住軍ミクリア藤代号とある。また1228年には、西名安氏政が自童を務めている。新名宮が、 創始以来二十年一度の式年造営を滞ることなく今日まで継続し、しかもその際し、神事等に古式を伝えておごそかにこれを執行し、少しも、水印の後を見せずして、リア神名たるにふさわしい伝統を持続してきた、事実に顧り見るとき、相当後年まで新約を奉仕していたのではないかと、想像されるのである。ことに両家であった西名氏は、 藤原時代以降500年間、信濃のおける古族であり、名族である家門の誇りを伝えてその勢力を張り、しかも、勤能の聖中に終始して、戦国時代末期まで及んでいたことに思いをいたした、場合、時代の波に動かされることなく、深い伝統と信仰等を持った、三國や新人等と共にその忠誠を果たしたで、あろうことが創建できるのである。 西那氏が、永禄末年に至って、ついに、武田氏に滅ぼされてからは、武田信玄の伊豆森信が大町に入って、西那氏の名跡を継ぎ、同様に新明軍の祭祀に従ったのであるが、1582年、小田氏の公衆征伐で、武田、西那漁氏が滅亡すると、小笠原上京が、西那氏の丘漁である、安住軍を安堵され、新領として、 主因15国の地を寄進し、1638年以降国印23国となり、累代の松本藩主が共振して、造営、祭祀をも奉仕し、明治維新に及んでいる。松本藩領内で、新明軍の国員孔が他の神社に比してもとも多かった理由は、西名氏の勢力の後によったものであろう。1872年11月号社に列し、 1893年8月24日、賢者に昇格して、京に及んでいる。古来2品66号の僧者として、死にままねく、また我が国七神明の一つとして、古くから世に知られていた神社である。式年造体については、宗師以来、広大神宮に倣って20年ごとに行われており、 1376年から20年ごとに行われた造体の際の胸札が保存されている。600年以上の長きにわたる式年造体は全国的に見ても珍しい。西那市が主家の武田市と共に滅亡してからは松本藩主がこれに代わって式年造体を奉仕したが、1636年の造体を最後として、その後は新築ではなく、 修造に泊まり現在に至っている。現在の社殿は、関営造大寺のものと推定され、300年を経ている。修造にあたっては、多くの巨大な溶剤が使われるので、これに則っ,って、高瀬川入新名宮五両輪から抜木され、当時の王朝組、池田組、松川組の3組に課して奉仕された。明治時代に入り、その責任は、 氏子並びに数計する者の創建にかかり、1878年の式年増大にあたっては、第11、第12両大区会議に、その後は、北安住郡町村長会によって負担的寄付を仰ぎ、この大祭を滞りなく続けてきた。なお、式年の年ごと、八代新名宮では、当社の古材をもって、修理を行い、大祭には西名新名宮からは、 新職や関係者が参列して、大祭を行う習わしになっている。2019年に、式年増大が行われた。西名新名宮の新門国宝、西名新名宮本殿の西側面から見る国宝、西名新名宮本殿、東北面から見る宮本は、大町市と篠野の一線赤品内とを結ぶ、池田街道沿いの部落で、新名宮は、 バス神名宮前停留所から東へ、約500メートル坂道を登って、部落を通り抜けた山際にある。その境内は、宮山の南例の斜面で、山に向かって、長方形に伸び、面積は19,257平方メートル、あって、南側は平坦となり、道路を隔て畑であるが、他の三方は山林に直接隣接している。入り口に近い部分と、 社殿周辺に特に老居木が茂る。東は大峰山系に連なり、西は田園地帯と高瀬川の清流を見下ろす、遠く北アルプス連邦を望むことができる、風光明媚な地に鎮座す神社である。市川根監督、石坂浩二主演の映画、犬神家の一族において、那須神社として登場する。ありがとうございます。